はい、こんばんは、タカです。今日は月末ではあるんですけども、月足を見ていくとほとんどの通貨に関してもある程度決着はついていると思います。今日1日でどうこうというわけではないんですけども、ただこういった時間の説明というのは僕はすごく大事にはしています。日の変わり目、週の変わり目、月の変わり目、もっと細かく言っていけば、5分足の変わり目とか1時間足の変わり目とか、そういったのもあるんですけども、こういった変わり目というのは流れが変わりやすいポイントでもあるかなと思います。今日のドルの動きを見ていると少し、流れに変化が見えてきているように思います。チャートの方から見ていきたいと思います。こちらがドルインデックスの1時間足、日足を重ねています。日足を見ていけばドルに関してはもうずっと上昇トレンドです。これもずっと変わらないですね。そして今日の動きなんですけども、直近の動きを見ていけばずっと高値更新続いていましたから、今日も高値更新、これを見ていきたかったんですよね。朝の段階でこの高値をしっかり更新していますけども、キープすることができていません。これが少し嫌な感じがしますね。昨日の高値を現在は下回っています。さらに細かく見ていくと、この辺りには足場も作っているんですよね。足場を作って高値をブレイクしたという形が見られるんですけども、今の動きを見るとこの足場が崩れてしまっています。サポート終わっているんですよね。あくまで短期の動きにはなってきますけども、こういった崩れを見たベア派というのは当然出てきますので、こういった売りの流れですね。ショートというのを見ているベア派に対して、この日足のロングを見ているブル派、ブルビアの攻防というのは起こりやすい環境になってしまっています。日足の上昇トレンドの継続を今は見ていますから、今日ちゃんと高値を更新してこないといけないんですよね。ただ攻防が起こっているということは、この上値は当然重くなってしまいます。まだまだね、この大きな波で反転を見ていけるとか、そういったスケールの大きな話ではないんですけども、日足のこういった上昇を止めるには十分な動きをしているようにも思います。今日の終値すごく大事になってきますけども、こういった重い状況でこの高値を再度取ってこれるのかどうか、この辺りを注目したいと思います。流れが止まって4月を迎えると少し嫌な感じはしますね。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。まずはこの円ですかね。円は今日も弱いですね。直近の動きを見てもこの円の弱さというのは際立ってますね。先週の収支あたりはこの円の強さというのも見られたんですけども、結局は調整の動きでしかなかったということにはなりそうですね。トレンドはもう完全に売りに傾いているように思います。この円の弱さは引き続き注目をしていくことになりそうです。そして今日はポンドや豪ドル強いんですけども、これも最近の動きを見ていればね、いつも通りの動きではありますよね。ポンドや豪ドルというのは、少し先週あたり調整の動きもありましたけども、まだまだ強い環境は変わっていません。ただ最近はドルも強いですからね、強い通貨同士のペアになってしまいますから、ポンドドルとか豪ドルドルとか、このあたりを見ていくと少し動きの方は悪いんですけども、ただ強さという面で見ていくんであれば、ポンドやゴールドというのはちゃんと強い状況は続いています。今日のように大きくドルが売られてくると、ポンドドル、ゴールドドル、このあたりはロングが面白くなってきそうです。ユーロはあまり動きがないですね。若干弱い動きが続いているということで、ドル次第の相場にはなっていますけども、円が弱い、ゴールドルポンドが強い、こういった状況は変わっていません。クロス円のロング、あとはこうやってドルが弱くなってくるんであればドルストレートのロング、このあたりに注目をしていきたいと思います。はい、こちらがドル円の1時間足、日足を重ねています。ドル円は日足を見ていくとレンジからの上抜けが見られます。それ以降はもうしっかりトレンドが出ていますよね。高値をしっかり更新している流れが続いています。もちろん今日も高値更新を見ていきたい環境、そういった中でしっかり高値を更新してきてはいるんですけども、今の動き見ると少し上値が重そうではありますよね。現段階では日足はまだしっかり陽線が出ていますけども、少しこの売りが継続するんであればね、警戒したいですね。このまま一定高になってしまうと、この流れは一旦止まってしまうことになります。そうなると明日以降は調整局面といった形で見ていくことになるかもしれませんから、今日の終わりね、すごく大事になってきますね。ただし、急激な波の反転を見ていけるかと言われると少し難しいようには思います。というのも今日はやっぱりドルが少し弱くなってきてるんですよね。だからこそのこの下落だと思いますけども、円も弱いんですよね。ということはドルが弱い、円が弱いという状況になってくれば、これ下落にならなくて値が止まるんですよね。つまりはこういった調整局面の動きになる可能性の方が大きいかと思うんですよね。下がってくるということは円が買われないといけない。ただ最近の動きを見ているとなかなか円買いというのは想定しづらいですから、それを思うとこのドル円、一旦動きが止まってくるかもしれませんけども、止まった後というのは反転というよりは調整局面、高値圏でのレンジ相場のような形を見ていく方がしっくりはきますよね。
売りは入ってきていますから、当然こういった高値をつかむとかね、そういったのは避けていかないといけないですよね。ただまだまだ大きな売りを見ていく段階にはないように思います。まずはしっかりサポートを探していきたいですね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。15分足を見るともうすごく強い上昇トレンド、なかなかこの流れに乗ることできませんけども、今回ようやく大きな売りが入っていますね。この売りによって一旦は流れが止まっています。これ以降はもう調整局面ということで、どんどん買っていく相場というのは一旦終わりですね。今まで4時間足が流れを止めた直後ですからね、サポートを探していきたいですけども、まだちょっと見当たらないですね。候補となるのは昨日の高値、この辺りになってくるんじゃないかなと。問題なのが今日のうちにこういったサポートを割り込んでしまうと、日足を見ていくとこれ陰線に変わってしまいます。昨日の高値を超えることができなかったということになるんですよね。はい、こちら日足を重ねています。今日これね、下回ってしまうとずーっと続いていたこの高値更新の流れが一旦止まってしまうことになります。明日以降は調整局面を見ていくということで、どんどんロングを狙っていく環境にはなくなってしまいます。今日まだまだ時間残っていますからね、この潰される動きには要注意ですね。環境としては今はまだまだね、チャートの方崩れていませんから、ロングを見ていくのいいと思うんですよね。ただ結果として潰されたということになってしまうと、明日以降苦しくなってしまいますから、今からロングを見ていくんであれば、潰されたらどうするかという答えをちゃんと用意はしておかないといけないですね。でないとロングをしていたらこういった高値で取り残されてしまったということになりかねません。今の段階ではこれね、日足はしっかり高値更新していますから、ロングを見ていくのいいんですよね。サポートが見えてくれば積極的に見ていきたいとすら思いますけれども、大きな売りが入っていますからね、潰されてしまった場合は逃げ場はちゃんと考えておかないといけないですね。はい、4時間足の方に戻します。4時間足は1回大きな売りが出てきました。上昇トレンド一旦止まったという形になっていますから、今後は調整局面を見ていきたいと思います。はい、こちらがユーロドル1時間足に日足を重ねています。まずは日足のチャートですけども、これは本当に弱いですよね。大きな売りが出ています。ただ今日に関しては少しドル売りが出ていますから、流れの反転も見えています。ただこの反転によって大きな流れを変化というのが出てくるかと言われると少し難しいように思います。まだまだ底根圏ですからね、一旦流れを止めたに過ぎないのかなと。もちろん昨日もね、こういったサポート割っていますからね、ガンガンショートを見ていきたい環境というのはあるんですけども、日足がこのように一旦流れを止めたということになってくれば、この突っ込んだところのショートをやっぱり避けていきたいですよね。基本戻り売りというのは変わらないですけども、日足がこのように一旦流れを止めてくるんであれば、今後は調整局面を見ていくことになるかもしれません。少しこの辺りから底堅さが見えてきているように思いますんでね、サポートが見えてくればショートをしていくのは少し慎重には見ていきたいですね。戻り売りを見ていくという目線に変わりはありませんけども、今日は少しドルが強いですからね、環境的には合っていないようには思います。ショートをしていくんであればしっかり引きつけては意識はしていきたいですね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。4時間足も大きな下落のトレンド、すごく弱いなと思いますけども、少しね、強い買いが入ってきましたね。こういった買いが入るまではこういった売りを見ていくことになるんですけども、一旦大きな買いが入ってくるとショートを見ていくのはやっぱり慎重にならないといけないですね。流れを止めたということで調整局面、底根圏で足場を作ることになるのか、それとも波の反転を見ていくのかという部分になってくるんですけども、今のこの陽線を見ていると、これはもう調整局面、戻りの調整ということにはなってきそうです。ならばどこまで戻るのかというのが大事になってきますよね。候補になるのが今までサポートされていた場所、 1.17 の60あたり、このあたりは戻りの高値の候補にはなってきそうです。抜けるかどうかというのは分かりませんけれども、それなりの抵抗というのはありそうですんで、このあたりの攻防の決着はしっかり見ていきたいですね。戻りのショートを見ていくんであれば、ひとまずはこのあたりの動きに注目はしていきたいです。ただし今日はドルが弱いですからね、この環境が続くようであれば少し環境としては苦しいかもしれません。この弱いチャートでわざわざロングを見ていく必要は僕はないと思いますんでね、ロングを見ていくんであれば他の通貨、例えばポンドやゴールドルあたりを見た方がいいと思いますんで、ユーロドルに関してはもう戻り売り一択。ただこの売るタイミングが大事ですからね、今は少し様子を見ていきたいと思います。はい、こちらがユーロ円1時間足に日足を重ねています。少し過去の方が見えなくなってしまいましたんで、サイズの方を小さくして見ていきたいと思います。ユーロ円はこの辺りにサポートが見えるんですよね。128円の40付近、日足を見ていけば上昇トレンドが見えてきます。今押しが入っていますけども、この押しが深かったんですよね。ただこの押し安値割っていませんから、まだまだこの日足のトレンド崩れてはいません。押し目買いという形は見ていけるんですよね。ただ一方でこの高値での足場は崩れてしまっています。
この崩れを見たベア派というのは当然いますから、このブルーとベアとの攻防が今起こりやすい環境になるんじゃないかなと。ならば今の動きというのはこの下のサポート、日足のサポートですね、 128.40 付近、それに対してこの売りの流れを見ていれば戻りの高値130円付近というのは一つの壁にはなってきそうです。上下にはっきり壁が見えていますから、レンジ相場を意識していくのもいいかと思いますけども、今この戻りの高値まで迫っているんですよね。これ抜けてしまうと青いトレンドの反転、崩れが見えてきてしまいます。攻防の決着がついてしまうかもしれませんから、この130円付近でのこの値動きの攻防はしっかり見ていきたいですね。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。このチャートだと何も見えないですけどね、ただここには大きな壁があるのは上位足で確認済みです。この壁に対して上昇トレンドが見えていますけども、さすがに一旦流れの方は止まっていますよね。それなりの攻防というのはあるんではないかなと、決して低い壁ではないように思います。この上昇トレンドは崩れていませんからね、ならば見ていくのはこの下のサポートということで、流れの方はもうさすがに一旦止まっていますけども、次はこの下のサポート探し、サポートが見つからなければ波の反転が見えてしまいますから、ロングをしていくのは難しくなってしまいます。まずはこうやって下のサポートを見つけて、そこからロング、この高値を抜けるかどうかに期待をしてしまうと少ししんどいと思いますから、ロングをしていくんならばレンジの上限あたりまでですかね。上の壁というのはすごく大事な壁になってきます。何度も試す動きというのはよくある動きになりますから、そういった動きを見ていくんであれば、やっぱりサポートはどこかで出てくると思うんですよね。今まで壁になっていたところあたりは注目かとも思います。目線はロングですけども、目の前に大きな壁があります。この壁の近くでロングを持ってしまうとすごくね、壁の方が近くなってしまいますから、抜けなかったとなってしまった時の反転がやっぱり怖いです。見ていくならロングですけども、下のサポートを見つけて下から拾っていきたいですね。はい、こちらがポンドドル、1時間足に日足を重ねています。ポンドが強いですからね、今日のようにドルが弱くなってしまうとやっぱり強い上昇になってしまいます。ただ日足を見ていくとチャートの方はやっぱり弱いんですよね。しっかり足場を作っていたんですけども、この足場崩れてしまっています。割れた後の戻り、プルバックですね。これが今までサポートされていたところで当たって大きな売りが出ています。ここまで環境が揃ってしまうとやっぱりショートを見ていきたくなりますよね、戻り売り。ただしなんですよね、これ週足を重ねています。週足を見ていくと、先週のこの週足の動き、下の方に抜けたと思っている動きは週足を見ていくと下髭でしかないんですよね。週足というのはレンジ相場を組んでいますから、現状では週足はまだ抜けてないんですよね。今週も下の方でだいぶ推移していましたけども、今回のように大きく戻ってくると、やっぱりこの週足というのはサポートが強いんではないかなと見ることもできるかと思います。判断は金曜日の終わり値、なので、どういった状況になってくるかというのは分かりませんけども、買っていくにしろ売っていくにしても一つの基準がやっぱり欲しいですよね。僕はその基準を 1.38 に見ていきたいなと思っています。この 1.38 を超えるということは、この週足レンジがすごくはっきり見えてくることになりますから、そうなってまでショートを引っ張るような根拠というのはやっぱりなくなってしまうかと思います。レンジで見ていけばこのあたりはレンジの下限ですからね、下限でショートをしてしまったらやっぱりしんどいです。一方でロングを見ていくんであれば、これ下の方に抜けてしまうとやっぱり苦しいですよね。ブレイクの形が見えてくると、来週もこの S 値更新を見ていくことになるかもしれません。ならば 1.38、 これを下回っているうちというのはロングをしていくなら慎重にということにはなってしまいます。今週のこの週足がどのような形で決着がつくのか、これすごく楽しみですね。サポートされれば、これはレンジの下限から上限への動きが見えてくると思います。個人的にはそういった動きを期待したいんですけども、どうなりますかね。サポートの強さ見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。 1.38、 僕が重要視しているポイントですね。この壁を前にして少し売りが入っていますけども、これはもう仕方がないですね。この 1.38 はそんなに低い壁ではないように思います。ならば抜くための足場が欲しいですよね。前回もこの辺り足場を作っています。少し抜けたりもしていますけども、似たようなサイズの足場を欲しいですね。下のサポートが見えてくれば、そこからロングを見ていくのも面白そうではあります。結果このサポートを割り込んでしまったら、ショートも見ていけることになると思いますからね。ブル目線で見てもベア目線で見ても、一旦は攻防を見せてもらいたいですね。その決着を見ていけば、次の流れが見やすくなってくるんじゃないかなと思います。なので慌てて判断をしないようにしたいですね。波のサイズを見ていけば、すごくゆったりした動きになっています。すぐにポンと抜けてくるかどうかと言われると、そこには疑問が残ります。すぐに攻防の決着を見ていくんではなくてね、その過程を大事にはしていきたいですね。週足が確定するまであと2日間と少し、まだまだ時間は残っています。じっくりこの下のサポートをまずは探していきたいと思います。
はい、こちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。ポンド円はもう完全にこれブレイクしてきましたね。152円、大きな壁になっていたと思いますけども、しっかり抜けてきました。ちょっと気になるのがね、この足場がないんですよね、まあ、そのままスコンと抜けてしまってますから、流れが続くうちはいいと思うんですよね。強い流れが出ているうちはいいんですけども、この流れが一旦止まってしまった後は少し怖いですから、上値が少し重くなってくる、例えば押し目買いを見ていけるような環境が出てきたとしても、その押し目買いはちょっと慎重には見ていきたいですね。まだこの冷やしも確定していませんからね、しっかりブレイクしてくるのかどうか、ここに注目をしていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。152円には大きな壁があります。短期足を見るとそれなりの足場というのは作っているんですね。下限が151円、ただ冷やしを見ていくと、もっとしっかりした足場があっても、いいように思いますから、このように今はもうトレンドが出ていますからね、こういった状況のうちはいいんですけども、どこかで売りが入ってきた場合は注意はしたいですね。中途半端なところで押し目買いを見てしまうと、崩れてしまった時に取り残されてしまいます。今この流れに置いていかれている場合はね、次のサポートを待った方がいいかもしれませんね。ショートを見ていくという目線は全くないですけどもね、まあロングを見ていくにしても少し走りすぎているような感じはあります。慎重に見ていくんであれば一旦は押しを待ちたいですかね。はい、こちらが5ドルドル、1時間足に冷やしを重ねています。チャートの方を見ていくと5ドル少し元気がないんですよね。強弱チャートあたりを見ていくと5ドル強かったりもするんですけども、まあ、下にはサポートがあります。そしてこのサポートの上で足場を今作っているんですけども、今日は5ドルが強い、そしてドルは弱いわけですから、強い上昇があってもおかしくないんですけども、ただまだこのレンジから抜け出せていません。反転するにはいいタイミングなんですけどもね、まあ、それでもなかなか買いが入ってこない、まあ、レンジ相場と言われればそれまでなんですけども、少しこの上値の重さというのは気になってしまいますね。そして今ここで足場を作っている理由というのは、この下のサポートを割るための足場になってきますけども、はい、こちらが日足に月足を重ねています。月足は今日閉じるんですよね、まあ、月足を見ていけば高値圏でのレンジ相場、すごく狭いレンジになっていると思いますけども、今の位置というのはレンジの下限に当たります。本当は今日下に抜ける動きに警戒をしていたんですけども、まあ、今日はもうサポートはされそうですよね。なのでまあ来月の動きということになってきますけども、今作っている足場というのは下に抜くための足場になってきますから、本当に抜けてしまうとこれは波の反転につながってしまいます。これはすごく大きな波の転換につながってしまいますからね、この 0.76、 このサポートを割る動きには十分警戒はしていきたいですね。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。先ほど見ていた底根圏での足場というのはこの辺りを見ていたんですけども、現状のこの位置はすごく中途半端ですね。上に壁があって下にも壁があります。今はちょうどその真ん中あたり、トレードしていくんであればこの壁に引きつけてといったところを見ていきたいですから、今のこの位置からやれることはやっぱり少ないのではないかなと思えてしまいます。やるんであれば朝の段階ですよね。朝の段階ではこの下のサポートに近かったですから、このサポートを利用してロングを見ていくのはありだったと思いますけども、もう少しね足場も欲しかったですかね。下の方に抜けてしまったらということを考えると、まあ、簡単にロングを見ていける環境にもならなかったと思いますから、まあ、それを思えばね、まあ、手を出さなくても仕方がないかなと思えてしまいます。これ戻る分には大した動きにはならないと思うんですよね。戻りの高値もありますから、ただこれ下の方に割ってしまうと本当に大きな波の転換が見えてしまいます。この下のサポート割れ、これには十分注意はしていきたいと思います。はい、こちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。5ドル円はもうずっと言ってますけどもね、上昇トレンドが一旦止まってすごく大きなレンジ相場を作っています。約3円幅、これだけでもすごく難しいです。基準となる壁というのがすごく遠いですから、上が85円、下が82円、そして今週の動きに関してはこのレンジのさらに真ん中なんですよね。これもすごく難しいですよね。結局はまあレンジの真ん中ですからね、買われてもおかしくないですし、下がってもおかしくないとも思います。そんな中で、少し円が今日は弱いですからね、戻りが入っていますけども、戻ってくれば当然こういった上値の壁というのが見えてきます。なかなかこの壁を抜くのは大変だと思いますからね、まあ、抜けるんであればそれなりの攻防というのはまずは見せてほしいところですけども、どうなりますかね。前回もこれ足場作ってるんですけども、これは崩されてしまっています。今回で3回目の高値試しですかね。すぐに抜けていく波のイメージを持ってしまうとしんどいと思いますから、攻防の決着を見ていく感じでチャートの動きを追っていきたいと思います。なので現状はもうやれることはやっぱり少ないですね。レンジ幅が大きすぎますから、もう少しこの上下の壁がはっきり見えてからトレードしていく方がいいのかなというふうに思います。はい、ということで、注目はまずはこのドル円。
ドルが少し売りが出てきてしまってますんでね、ただし円も弱いということで、少し売りが出てきてしまっていますけども、チャートの崩れにはつながっていません。ただ短期足では流れの方は一旦止まってますからね、少し上値の重さには注意はしていきたいですね。あとはこのユーロドル、日足を見ていくと一旦流れの方が止まってきそうです。今まではガンガンショートを見ていくという環境にありましたけども、このように一旦日足で流れを止めたということになるんであればね、明日以降はこのショートを見ていくのは慎重にということになってしまいます。この流れの変化は神経質に見ていきたいですね。あとはこのポンドですかね、 1.38、 僕はここに大注目をしています。週足のレンジが継続の形になるのか、それとも下の方に抜けてくるのか、残り2日が週足はまだ抜けたという結果出ていませんからね、注目をしていきたいと思います。今回は以上になります。大まかな環境認識などは朝の動画でも触れています。概要欄の方にリンクの方を貼っておきますので参考にしてください。それでは今夜も頑張っていきましょう。